いつもご覧いただきありがとうございます。あつ森です。今回紹介するのはこちらです。言葉を変えるだけでプラスのエネルギーを増やす方法。このことについてお話ししていきます。まあね、人に親切にされた時、席を譲ってもらったり、物を拾ってもらったり、道を譲ってもらったりした時に、なんかこう、すいませんっていうね、言葉をね、言ってしまいがちじゃないですか。まあ昔僕もそうだったんですけど、なんかすいませんっていう言葉がもう無意識に出てきちゃう。まあ反応、そういう反応になっちゃってるっていうか、なんかしてもらったらすいませんっていう言葉が出てきちゃってたんです。でも別にね、悪いことをしたわけじゃないし、すいませんっていうのはおかしいじゃないかなっていうふうにね、思ったんですよね。で、すいませんってね、言うと、こう、なんかそう悪いことをしたっていう気持ちになりがちだし、相手もね、そんなに、まあ嫌な気持ちをしないとは思うんですけど、もっとね、相手もいい気持ちになるっていう言葉、それがありがとうっていう言葉だと思うんですよね。なんかやってもらったらありがとう。道を譲ってもらったらありがとう。そのありがとうっていう言葉の方が相手も嬉しいと思うんですよね。すいませんっていう言葉はちょっとね、マイナスなイメージがありますけど、ありがとうってプラスのイメージしかないと思うんですよね。やっぱりありがとうってもらえれば、プラスのエネルギーが増える。で、言った側も、まあ相手も嬉しいし、言った側も、もう無意識のうちに、その無意識の中の、無意識っていうのは、相手と自分の区別ってつかないですから、相手に言ったありがとうっていうのも、自分に言ったありがとう、自分もそういうね、感謝される存在なんだっていうふうにね、感じるんです。なので自分も嬉しいし、相手も嬉しい。それがありがとう。お互いプラスのエネルギーが増える。それだったらすいませんよりありがとうって言ってった方が、どんどんね、こう幸せになれる。なので、まあ初めはね、こう、なかなか自然には出てこないかもしれないですけど、まあ意識してちょっとすいませんって言っちゃってたところをありがとうっていうふうに変えていくと、なんかこうね、幸せな気持ちになっていく。まあ楽しい気持ちになっていく。まあ実際僕も最近やっとこう、無意識でありがとうって出てくるようになってきたんで、まあなんかすごいこうね、幸せな気分になれるんですよ。なのでね、ぜひね、試してみてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そのことが、ね、僕の元気とか勇気になって、まあ、もっともっと皆さんのお役に立てる動画をアップしていこうっていうモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。